1975年度に撮影された城山公園と善光寺周辺の航空写真。この写真の撮影後、施設の新設や撤去が行われており、現在の状況とは異なっている。城山公園は長野県長野市箱市水一丁目の善光寺東隣にある総合公園。皇太子刑事記念として整備された市内で最も古い公園である。城山は、 長野市街地北東、善光寺東側に位置する高台であり、東側は旧街になっている。古くは横山城があった地であり、明治に入ってからはご宝台や速攻所などが置かれた。この地に、吉人新能成婚記念として1900年に公園が整備された。善光寺に隣接することもあって様々な催し物の会場となり、また動物園や、 美術館といった施設も次々と増設されていった。2020年4月、長野市は、上山公園の再整備計画を公表した。再整備計画では、長野市少年科学センターの廃止や、長野子ども館の設置などが計画されている。上山公園一帯は、市内随一の桜の名所でもあり、毎年時期になると、花見茶屋という仮設の茶屋が立ち並び、 夜まで宴会場として賑わう。1948年以来、70年ほど続く、この花見茶屋の文化は、全国でも類を見ないものであり、寒冷地でもゆっくりと花見を楽しむことができる。茶屋は、長野観王組合の加盟店が出店しており、普段は、市内で、固定店舗を構える業者が多い。店舗は、窓の大きく取られた。 プレハブ小屋で、居酒屋同様のメニューが供される。2017年春は、県魚名豊富、命彦神別人邪境内を中心に5店舗が出店し、開会1週間前の4月7日から営業を開始した。園地内にある施設、一部公園に付属しないものも含む、ありがとうございます。